今、外国人観光客に人気急上昇中のグルメが SNS で日本の卵サンドは美味しいって有名なのよ。そう、日本の卵サンド。コンビニのローソンで買ったよ。卵がクリーミーで白いパンとの相性も抜群だった。ファミリーマートとセブンイレブンで買ったわ。コンビニですね。ということで、日本の空の玄関口、羽田空港のローソンにお邪魔しちゃいます。あちらの女性、卵サンドを手に取りました。帰国間際に買っていく人が多いんだとか。日本の卵サンドはフレッシュで作りたてな感じがする。時間が経っても美味しいままだよね。日本ならではのふわふわ食パンにマイルドな風味の卵サラダを合わせたこのサンドイッチにハマる人が続出。来日するたびにコンビニの卵サンドを楽しみにしているというカナダからのお客さんは。幸せの味がするよ。オリンピックの際の記者さんたちが卵サンドを買っていただいて、それが SNS 上で美味しいって話題になったというふうに伺ってます。取材で来日した海外の記者が卵サンドを絶賛した SNS を投稿。その後、コンビニの卵サンドを食べ比べする動画も話題に。日本で食べるべきグルメとして今じわじわ来ているんです。東京築地、大正13年創業の卵焼き専門店。こだわりの卵と秘伝の出汁を合わせ、職人たちが熟練の技で4層に巻き上げた卵焼き。卵焼きを分厚くカットし、パンに挟んだ小炉サンドが名物。今年に入ってトーストスタイルも始めたら、これが外国人客に大ヒット。東京、銀座、外国人の方が並んでますよ。見て見て、オーダーの8割がこれ。喫茶アメリカン名物卵サンド、こんなに大きくて800円。一皿に使うパンは1斤。そこにマヨネーズであえた卵を豪快に盛り付け、極厚食パンで挟んだらカット。まだ乗せる乗せる。全部で卵10個分。おいしい。1日に使う卵の量はおよそ700個。これを全部店主の原口さんが一人で1日5時間以上もかけて仕込んでいるんです。日本が世界に誇る卵サンド、思わず笑顔になっちゃう絶品を召し上がれ。